はい、どうもですこんにちは、えゼこです。それでは今回なんですけども、楽天ゴールドカードからの切り替え時に気をつけておきたいことを解説ということで、今回は楽天カードに関する動画ですね。先日、楽天ゴールドカードのルール変更が、まあ、発表されたことについてお伝えしたばかりなんですけども、カードを切り替える際の、まあ、注意点などをですね、深掘りしながらお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、先日ですね、こちらの楽天ゴールドカード、いろんな意味で終了のお知らせということで、動画を一本アップさせていただいたんですけども、思った以上にたくさんの方に見ていただきまして、たくさんのコメントもいただきました。ま、ほんとね、かなりこのゴールドカードのルール変更っていうの大きかったですよね。変更される点っていうのが SPU がプラス4倍だったのがプラス2倍になるということと、通常カードに切り替える際と、あと返金方法についてこの動画で解説をしました。で、今回はですね、以前の動画でちょっとお伝えしきれなかったことを大きく4つに分けてお伝えします。こちらの順番です。 早速いきたいと思うんですけどもまず一つ目ですね。返金時の注意点ということなんですが、まあそれに関してはね、公式ページがめちゃくちゃわかりやすかったんで、それのまま見ていこうと思うんですけども、まず専用のリンクをですね、概要欄に貼ってますんで、そちらにアクセスしていただくと、ここに赤いところですね。年会費の返金お申し込み等の手続きっていう項目があるんで、ここをクリックしたら、いろんな選ぶ項目が出てきます。 で、まず見ていただきたいのは、ここですね。お支払い済みの年会費の年返金についてということで、ここですね、年会費の返金についてということで、まずそのご登録の必要引き落とし口座にご返金されますということですね。で、もしですね、その引き落とし口座の変更が必要な場合とか、未設定の場合に関しては、 こちら、リンクがあるんで、これをクリックしたらですね、画面から切り替わることができますんで、もし設定されてない方は、2021年の3月の31日までに行っておいてください。一応僕はですね、楽天銀行と紐付けてるんで、そちらにおそらく、返金がもしされれば、あのー、そっちに振り込まれるのかなというふうに思います。で、返金の金額に関しては、ここにも出てますね、サービス変更月、2021年4月から契約月までの月割り金額となると。そして、家族カードを契約いただいてる会員様に関しては、家族カード分も同様 に返金いたしますということですのでもともと楽天カードのゴールドカードに関して自分自身以外の方もご家族が利用されている方であればこんな風にも対応していただけるということですねあと注意事項もしっかりとあります年会費無料キャンペーンにて申し込イいただいている方ですとか年会費をお支払いしていただいてない場合楽天会員および楽天カード会員の規約違反または資格を喪失している場合など一部返金対象外となる場合もございますのであらかじめご了承くださいということですのでまそんなに今これに 該当される方っていないとは思うんですけどもしこの該当される方は対象外になる場合もあるので確実にその返金されるというわけではなさそうなので気をつけてくださいあとここも大事ですね本告知は開始しました2021年1月14日以降に楽天ゴールドカードにお申し込みいただいた会員様は対象外となりますということですのでまあもうあの動画を見てる方で昨日今日とかで申し込んだ方っていうのはそんなにいないとは思うんですけどもそういった方に関しては対象外となるということで他の不明点に関してはメール総合窓口にお問い合わせくださ てて書いてるんですけどもちょっと、営業時間がちょっと謎ですね。17時30分から9時半っていう。まあ、けど、ちょっと気になるのは、その営業時間もそうなんですけども、お申し込みの前にって出てまして、本申し込みに関するメールやお電話での回答を行っておりませんと出てるので、うん、どっちが正しいのかちょっとわかんないんですけども、まあ、もしね、何かこう、気になることがあった場合は、まあ、ここの窓口に問い合わせてくださいということですね。ここは一応クリックでできるようになってますんで、気になる方は、ここから行ってみてください。 ここまでが返金時の注意点ということですね。次二つ目、ここが今回重要となってきます。カード切り替え時の注意点ということですので、ここも公式ページ見ていきましょう。まあ、今回ですね、僕はこの楽天ゴールドカードから楽天カードへの切り替えということで、通常の楽天カードに切り替えの申し込みを、あの、前回の動画でも行いました。で、注意事項なんですけども、ちょっと色々あるんですが、 ま、まず赤いところですね。お申し込み可能な期間内。2021年の3月31日23時59分までに複数回お申し込みいただいた場合、最後にお申し込みをされた内容で対応いたしますということですので、まあ僕はね、1回しか行ってないんですけども、もし何回も何回もやった場合は、この最後の申し込みをされた内容で対応すると。で、ここも重要ですね。更新後の楽天ゴールドカードが届いた場合も、2021年4月以降、切り替え手続き完了後はご利用いただけないカードとなるということですので、通常カードが届いた時に、もうハサミを入れて、もう使えなくした方が、 まあいいかなと思いますんで、カードが届いたタイミングで、そういった方法もありかなと思います。で、切り替えカードは通常デザインのカー、楽天カードと異なり、今お持ちの楽天ゴールドカードと同じ国際ブランドでの発行ということですので、僕は今楽天ゴールドカードの JCB を使ってるんですけども、それと同じ JCB のブランドとして発行がされるということですね。で、ここも重要ですね。継続的なお支払いについてということで、もうここは絶対押さえておいておきたいとこではあります。 新しいカードはカード番号が変更となりますということですね。これですね。前回の動画の時でもちょくちょくコメントいただいてたんですが、まあ、あの、カード自体は通常カードに戻る、そしてブランドも同じということなんですけども、カード番号が変更ということなので、ここにも出てる通り、通信料金、生命保険、公共料金等の継続的なお支払いに楽天ゴールドカードをご登録されている場合は、新しいカード番号の各サービス会社の連絡の上、ご変更の手続きをお願いいたしますということですね。まあ、ここめちゃくちゃゃく 重要ですよねまあ、僕の場合は、スポティファイとかいろいろ入ってるものあるんですけども、そういったものに楽天カードを登録された方に関しては、カード番号が変わるので、まあ、カードが届いたタイミングでこれも忘れないようにしていただきたいと思います。なので、もう今のうちにカレンダーとかにメモしておくといいかもしれないですね。まあ、僕の場合に関しては、基本的には楽天カードで決済しているものといえば、楽天証券とか、楽天市場で使うものぐらいしかほとんど取 してないのでまあ、そこだけ切り替えればいいかなっていう感じですかねそれ以外に関してはもう別のクレジットカードで設定しているのでもしね楽天カード設定されている方はここはもう本当に気をつけておいてほしいとこではあります変にね料金が払えず催促が来たりしたらちょっとびっくりすると思うのでで次ここも大事ですね楽天エディについてということなんですが楽天エディ機能が付帯しているカードは残高を使い切ってからの破棄をお願いいたしますもしくは専用機器楽天エディリーダーや楽天エディアプリなどを使って新しいカードへの移行 が可能ですということでまあ多分ほとんどの方は楽天カードに楽天エディの機能が入っている方多いと思うんですけどももしそれを使ってエディで決済されている方がいらっしゃったら残高を使い切るもしくはこの専用機器僕使ったことないんですけどもそれを使って移行するかっていうことですねこれもちょっと忘れないようにしてほしいところですねちなみに僕は楽天カード届いてからまだエディは <laughs> 一度も決済ができてないですっていうかまだ全然してないだけで最初キャンペーンかなんかでもらった500円が入ったままですね ま、他にもですね、エディのオートチャージ設定されている場合は事前に設定を解除するということと、あと、カード発揮後に楽天エディの返金申し出があった場合にはご対応いたしかねますということですので、もう必ずこのどちらかの作業をしてくださいということですね。あと残りそんなにまあ重要じゃないかなというふうに思うんですけども、ま、もし該当される方は先に行っていただきたいと思うんですが、新しいカードは2021年4月以降の手続き完了後2週間ほどで届けるということですね。なのでもしお引越しされた方ですね、住所の変更とか変更予定がある方に に関しては2021年の3月31日まで変更手続きをお願いしますということでまあだいたいこの季節って引っ越しがまあ多かったりする方とか新社会人とかまあ、新たに学生の方であったりとか引っ越される方がめちゃくちゃ多い時期になるので先にこれもね忘れず行った方がいいのかなと思いますねせっかく手続きをしたのにカードが届いてないっていうことになったら最もな,ない最も,もないのでこれはぜひもう忘れないようにお願いしますそして e t c カードについても出てますねここも本当該当される方は一部かなと思うんですけども楽天ゴールドカードに2 対する etc カードは引き続きご利用可能です。 ただし、年会費税込み550円かかるということなんですけども、楽天の会員ランクがプラチナ会員とかダイヤモンド会員の方の場合は無料ということなんですよね。まあ、普段から楽天経済圏をガチで使われている方であれば、プラチナ会員、ダイヤモンド会員の方は結構多いと思うんですけども、そうじゃない方であれば、こういった年会費550円かかるということもありますので、ここもしっかりとチェックしておいた方がいいかなと思います。以上が2つ目のカード切り替え時の注意点についてでした。あと、こちらもコメントいただいてましたね。楽天ゴールドカードからプレミアムカードに切り替える場合のキャンペーンということなんです。 ですけどもこちら以前の動画でもお伝えしたように、まあ、楽天ゴールドカード、通常カード、プレミアムカードという3種類のカードがありまして、まあ元々楽天ゴールドカードの強みといえば、この SPU ですね、スーパーポイントアッププログラム、ポイント4倍だったんですけども、それが2倍に変わっちゃうということ。 で、もし、プラス4倍を保ちたいということであれば、楽天のプレミアムカードを使えば保つことができる。なおかつ、月間の獲得上限が1万5千ポイントまでっていう風になるんですよね。まあ、他にも特典があるっていうことなんですけども、もし楽天のプレミアムカードに切り替える場合なんですけども、切り替えた場合3000ポイントもらえるのが、今、この期間中5月の31日までであれば、5000ポイントの期間限定ポイントがもらえるっていうキャンペーンが今行われてるんですよね。まあ、年会費この1万1000円税込みなんですけども、実質まあ、6000円で切り替えることができる。 けるということですので、まあこれを見た感じはもう楽天ゴールドカードから楽天プレミアムカードへの移行を促しているようには見えるんですけども。もしそんなに楽天経済圏を利用されてない方であれば、まあ無理に移行する必要はないのかなと思います。まあ、僕はね。普通の通常カードに戻したので。 楽天のスーパーポイントアッププログラムに関してはポイント2倍で利用をしようかなというふうに思ってます。まあ普通のね、クレジットカードの還元率としてもどれ,どれも全部1%なんで、なおかつね、A 年無料なんで、無理に年賀比かけたくないなーっていう方がいらっしゃいましたら全然通常カードでも問題ないかなというふうに思います。そして最後4つ目ですね。楽天ゴールドカードを解約される方の場合なんですけども、 まあ、先ほどお伝えしたね、楽天ゴールドカードから、楽天の通常カードに切り替える場合にちょっと似てるので、まあ、それを把握した上で解約をするようにお願いします。まあ、僕はね、先ほどもお伝えしたように、まあ、そんなに無理して解約する必要はないと思うので、楽天の通常カードに切り替えるだけでもいいのかなというふうに思います。最後に、ここの部分だけまとめたいと思います。カード切り替え時の注意点なんですけども、まず一つ目、カード番号は変更になるということ。なのでね、固定費を払ってるものが楽天ゴールドカードに設定されてる方は、ここは変更になるよっていうことをしっかりと把握しておくこと。まあ、楽天のエディに関しては、 残高を使い切って破棄をするかもしくはま専用の移行のリーダーというんですかねそういったアプリとかを使って移行するかというのを手,手順を踏んでくださいで住所変更がある場合はもう今のうちに手続きをぜひ行ってくださいで、e t c カードに関しては年会費がかかる場合もあるとまあ、プラチナ会員もしくはダイヤモンド会員の方であれば問題ないんですけどもそれ以外の方であれば年会費がかかる場合もありますのでここも注意した上で切り替えの手続きを行うようにお願いします 先日アップした動画の中で参考になるコメントいただいてまして、2021年3月31日までに楽天のゴールドカードを持っている方が、まあやることとして、まあ視聴様のコメントよりいただきました。ありがとうございます。楽天をね、普段から利用されている方であればもうご存知と思うんですけども、楽天のお買い物マラソンですね。これを使って、まあ、ふるさと納税などを行うっていうことが、まこの3月31日までできるかと思いますんで、プラス4倍の恩恵っていうのがここまでしか受けれないので、この時までにもう行うのが一番いいのかなと思います。まあ僕自身、 去年のふるさと納税に関してはもう楽天市場からもう思いっきり結構やったのでかなりのポイントがガツッと入ってきました本当にこのポイントのありがたみというのは痛感するとこではありますねなのでねまあ、楽天のゴールドカードを利用されている方に関してはねここら辺もかなり狙い目なのかなと思いますんで3月中僕もねお買い物マラソンしっかりと参加しようかなという風に思っておりますまあ、そんなこんなで今回は楽天ゴールドカードから切り返しに気をつけておきたいことについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあね本当この の切り替わることによって、楽天ゴールドカードを今後持つメリットっていうのは、もうぶ,ぶっちゃけ言うとほぼほぼないにちょっと等しいにはなってくるので、今回のこのタイミングで通常カードに切り替えるか、それかもしくはもうガチで利用するのであれば、楽天のプレミアムカードを利用するのがベストなのかなという風に思います。まあ僕の視聴者さんの中でもかなりね、今回の反響を見るとたくさんの楽天ユーザーの方がいらっしゃるのかなと思いましたんで、まあこのような情報もね、今後もまたお伝えをしようかなという風に思っております。まあ今回参考にさせていただいたリンクに関しては、 にままた貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました